さあ、ということで本日もやってまいりましたフラライスさんでいるよ。はい、今日はですね、皆さんのリクエストにも多かったあの16年前地球の平和を守ったヒューマンワールドの平和を守ったゴーンジャーゴーレットエスビソウスケの髪型一体どうなってんのということでですね、その作り方をですね今回改めて、丁寧に動画にさせていただけたらなというふうに思いまして、今ね回している所存でございます。で皆さんねもう分かっているとは思うんですけれども、そう実は今回コラボでレオンチャンネルさんとコラボでございます。すごい。これはねめちゃめちゃ嬉しいですよ。なのでまあ僕がねただ髪の毛をね作るっていう動画もいいと思うんですけれども、どうせだったらやっぱりね実際見てたそのレオンさんに、まあ、お話を、まあ、振ってもらいながら、まあ、皆さんのね気持ちを代弁してもらいながら、ちょっとね撮れていけたらなというふうに思いますので、皆さんどうもよろしくお願いします。はい、じゃあレオンさん呼んでも大丈夫かな。レオンさんよろしくお願いします。おーい。ヒーローショーみたいね。どうも、レオンチャンネルです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヒーローみたいに動かそう、こうやって。はい。普段は YouTube で玩具 YouTube 活動しております。玩具レビュー活動しております。はい。で、ということで、まあ、今回ね、レオンさんとコラボするに当たったきっかけなんですけれども、実は、ワンフェスにて、実はお会いさせていただいて。あれ、僕、本当に歩いてたら、あ、前からソウスケが歩いてくるっていう風になって、すいませんって言って声感じさせてもらったんですよね。いや僕もだってレオンチャンネルであそこコラボしてるブースだったじゃん、ちょうど。そうだから置いてあったから僕はすごい嬉しかったですけれども、それではレオンさんよろしくお願いします。お願いします。で今髪の毛この状態、僕ノーマルはで、これをまず髪の毛ちょっと伸ばしていくという作業をやっていきますね。僕らその特撮好きからすると、はい、ソウスケの髪型って、はいはい、クラウドと、はい、スーパーサイヤ人、はいはい、2でしたっけ。そうです、スーパーサイヤ人2です。のスーパーサイヤ人って1、2、3ってのがあって、はいはい、まあ、2だと前髪ちょっと残してあと上がっていくみたいな、うん、そうです、そうです、そうです。それがミックスされてるみたいなのはやっぱり聞いたことがあるし知ってる人も多いと思うんですけど、はいはいはい、出来上がるまでみたいなのはやっぱりないですよね。見れないので、うん、僕もこれ多分メンバー以外にほぼ見せたことないんですよね。いやでも驚いたのがあれがご自分で髪型をセットされてるっていうのが、そうなんですよ、大変ですよ結構。何話もこう話数を重ねていくごとに、うん、はいはい、髪型の完成度が上がってくるのはさすがご自分がやられてるからってことだったんです。そうです、7話にかけてようやく完成しましたね。やっぱ最初ねダメだったから、これ立ってる髪の毛を僕これでいきたいですって言ったら、この髪の毛をってやって、はいはいこれでいってみたいなそういう感じで、えーっつって、でも絶対やりたいなと思って、でその重鎮みたいなメイクさんが 1,2 話しかいなかったんですよ。これチャンスじゃんと思って3、4話からちょっとずつ角度を変えてって最終的にこうなったみたいな、そういう感じですね。で前髪のねポイントとして大事なところ、これは基本 M 字バングなんで、ここをね残してください。ただソウスケの時って前髪多分分かれてたと思うんですよ。なんで分かれてたと思います？問題。え、顔が見えやすい。あー、なるほど、それもあります。メットのバイザーの形を意識してると。あー、やっぱおもちゃとかやってるとそういう深いまですよ。全然そうで、もっと単純ですね。マッハ全開なので、はい。おでこ全開みたいな。あー、惜しい。答えは、マッハで行くぜって言って、すぐ走り出すから、もう髪の毛絶対に分かれるんですよ。この前髪がずっとここら辺でブラブラするんだったら、もう最初から分けちゃおうと思って、全部分けてたんですよ。だから、走った時に崩れない髪型っていうのを目指して、ソウスケの髪型を作ってました。で、これ作るときは、まず、こうやって。で、まず一旦これやるときに、こう下に全部。でもなんでその髪型に、その辿り着いたんですか、うん、スーパーサイヤ人が好きだからです。スーパーサイヤ人の髪型で出られるドラマって、もうバンドかヒーローかのこの二択しか思い浮かばなくて。あの髪型を、なんか、使えるものって何かないかなっていうところからですね。で、今横どうなってるのかって言ったら、横のこんな感じなの。で、一番大事なのは、まず、これ最初にトップをどこにするかなんですよ。スーパーサイヤ人って、こういう髪型になって、要は、この、なんていうの、どんぐりみたいな、一番トップのここの部分をどこにするかって結構大事で、
最初だから僕は一番最初このトップだけまず決めて、このトップからトップ作って一番大事なのは、トップを作ったらすぐスプレーかけて温風から冷風に変えるっていう、ドライヤーをスプレーかけた後にすぐやってください。そうすることによってすぐ固まりますので。一応クラウドはどこから出てきたんですか？そのスーパーサイヤ人はドラゴンボール好きみたいな。はい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 。クラウドはもう FF7 のアドベントチルドレンを見たときに、まあそもそも髪の毛立ってる生き物結構好きなんで、クラウドのなんだろう、ちょっと孤高な感じとかもすごいいいですし、そもそもキャラデザがめちゃくちゃいいじゃないですか。そう、もうビジュアルもめちゃくちゃかっこいいし、で、そうドラゴンボールのスーパーサイヤ人のあの髪束だとちょっと難しいな、どうしようかなって考えたときに、あれに似てる髪型でいないかなって、よりリアルな3次元に近いのって言ったらもうクラウドなんですよ。だからあのクラウドの髪の毛の作り方をちょっとスーパーサイヤ人のやつに混ぜてやったのが、そう、その発想がこれですね。一回髪型作ると、はい、撮影中は全然崩れないんですか？もうほぼ崩れないですね。ストーケあるじゃないですか。ストーケってお金持ちなんですよ。で、そのストーケって実はプールがついてて、僕一旦プールに水落ちするシーンがあるんですよ。バーンっつって、で、俺そのままバーンって入るじゃないですか。水から上がってきたらほぼこの髪型のままだから、監督がそれはおかしいだろっつって落ちても髪の毛が崩れない事件。あ、じゃあそれ今見返すと、うん、あ、このシーンだなっていう、多分なってるんじゃないですか。そう、なんか僕なんか2回やらされましたもん。あそこ髪型にまつわる何か面白いエピソードありますか？僕レッドだから割となんだこれはって言って見に行ったら、みんな後ろから集まるじゃないですか。で、俺が行こうとすると髪が刺さる後ろの人にだからレンとかよくわーって言ってましたよ。よく後ろでなんか刺さってましたよ。だから普通にで、今ね、ただみんな髪の毛を上げてるだけかっていうふうに思ってると思うんですけど、実はこれを支える後ろの髪の毛っていうのも結構重要で、あの支える髪の毛がないとただこうやって独り立ちできないんですよ。やっぱそこは人と一緒なんで、それだけ気をつけてください。こういう感じですね。でもあのソースケってレーサーじゃないですか、もともとは。はいはい、なんで例えば F1 とかのレーサーの講習受けたとか。それはね、全くないです、そう、レーサーの講習は全く受けてないんですけれども、ただ実際にあの車ね、乗らせてもらったりとかもしたんで、びっくりしたのが窓ガラスが全然ガラスじゃなくて、なんか柔らかい、このなんだろうこの FRP みたいな素材で、お寺さんとかが、そうなんだよ、これ燃えないようになってるんだよみたいな言ってました、普通に。ねえ、おかしいよね、俺たちが髪の毛こうバーってね、かぶったら髪の毛崩れてないのおかしいって思いません？設定的に要はこのマスクの中が亜空間になってるから、髪の毛がそこで崩れないっていう設定なんですよね。だから僕たちって結構空間を移動する設定なんで、銀次郎の後ろがほら、僕たちの基地な感じだったじゃないですか。あの銀次郎の後ろ本当はもうトイレしかないですから、トイレとシャワーだけなんですよ。じゃあどうやって撮影してるの？あそこだけ別のスタジオを作ってます。あ、そうかそうか、はい。でも実際このエンジンたちってサイズどうなんですか、はい、撮影で使ってるものに。これです。あ、もう変わらないサイズなんですか？ほぼおもちゃって、なんかね、多分僕たちのゴーホもそうなんですけど、もうおもちゃとほぼ一緒っすね。で、横なんですけど、横をやるときはそのスプレーがちょっとテカりすぎちゃうんですよね。なのでちょっと離れた状態で、まあ、やると。で、僕のやり方としては、まず、トサカ作って、横作って、最後前髪を固めるみたいな感じです。結構その、鉢って言うんですけど、ここが膨らんで、みんな気にする人多分結構多いと思うんですよね。要は横が張りがち。それ日本人の結構特徴だったりとかするんだけど、僕は本当に何もしないとすごい膨らむから、最初、バンダナをつけて髪の毛を潰してからやってるんですよ。でも、そういう人とかは、このピンをね、そう、見えないように入れるっていう技を覚えるといいかもしれないですね。例えばここに僕はいつもね、ソースケの時にこうやって入れてるんですよ、髪の毛に。へぇー。そうすると、髪の毛がちょっと、おー、すげー、ほんとだー、見えないですよね。よりで見るやつ。そう。そう。中の方に入れる。うわ、すげー。これをやると、髪の毛が、そう、抑えられつつ、見えないんで。だから、鉢が膨らむ系男子は、これ、やってみるとめちゃくちゃいいかもしれない。これでも、普段こういう羽髪型みたいなやつは、はいはいはい。プライベートでは、あ、でもね、やるときありますね。だけど、あんなに跳ねてないですけど、なんかちょっとだけ本当に、僕、例えば、この襟足とかが、なんか本当にボテッとしちゃうんで、この襟足を、要はちょっと、
毛束感作りたいときにアイロンとかでちょっと補足したりとか、こっちだけちょっと跳ねさせたりとかっていうのは結構あります。僕もずっと動画を撮ってる人なので、はい、そうですよね。昔より元気にテンションが、その動画撮影に合わせて元気に撮ってるんで、はい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 、でそれに引っ張られて、そのプライベートの自分も元気に、テンションが昔より高いんですけど、はいはいはい、1年間とか演じてると、はいはい、引っ張られたり、いやめっちゃ引っ張られましたね、やっぱりその、そうそうそう、振り向き方かっこよすぎるだろみたいな、普通に振り向いてもらっていいかなとか言われたりとか。でどういう風な振り向きですか？振り向きは、じゃあ例えばりょうさんが僕のこと呼んでもらっていいですか？普通に呼んでもらっていいですかね。古原さんとソースケでちょっと分けてもらっていいですか？古原さんバージョン。古原さん、はい、これが普通じゃないですか？ソースケヒーローこれがヒーロー振り向き、もこれが癖抜けなくて、本当にレオさんって割と手元だから、ちょっと震えたりとか、なんかその、緊張したりとか結構するんじゃないですか、結構。あ、なんで筋トレしてる。あー、なるほど。震えないように。やば、筋トレしてる。筋トレしてます。おもちゃ動画の人が筋トレしてるらしいよ、みんな。これすごいね。おもちゃレビューは、うん、筋肉が言います。あ、そうなんですか。こう、僕みたいな人だと、こういう、例えば最近長い武器とかよく発売するんで、ここにこう画角があったら、はい、こうやって撮ってるんですよ。うわ、いや、ちょっとしんどいですね。こういうこと。そうやって撮ってるんですよ。うわ、しんどい。こうやって撮ってるんで。あとはもうここをやったら、ほぼ一緒。ほぼ終わりですね。でも今ちょうど30分ぐらい。本当ですか？ 30 分ちょいぐらいですね。でもこれはもう結構今ゆっくり丁寧にやってるんで、これも仕上げのスプレーです。で、あとは最後は前髪。前髪やるときはこうやって手をここに入れて、ちょっとクラウドポジション、こういうこの感じが、うん、完成。さあ、ということで、ドラゴンボールスーパーサイヤ人2、そして、クラウドの、フュージョンですね、の髪型が完成いたしましたよ。はい、ということで、まあ、大体制作時間どれくらいですか？これで40分ほどですね。40分ほど、はい、まあ、かかったんですけれどもね。でもかなり喋りながらでしたもんね。そう、かなり喋りながらも、ちょっと本当だから早いですね。ちょっと決め顔でいいですか？いい、決め顔で、あー、さすが、このドラゴンボールとなって、ソースケはね、当時ね、髪の毛赤かったので、今はちょっとね、髪の毛染められないんですけれども、赤くしていきたいと思います。これで、ゴーレット SB ソースケの髪の毛の完成でーす。はい、まあね、ちょっと動画をね、2つに分けなければ時間かかったんですけれども、大体まあ所要時間としては、まあ、何も喋らなかったら30分くらいでいけるかなっていうふうな感じですね。で、まあ、当時だとまあ大体1時間くらいかかったりとかしたんですけれども、まあ今だったらまあそんくらい。で、だからみんなも最初やるときは多分2時間以上かかると思います。なぜかというと、めっちゃ難しいからです、この髪型。慣れてる僕でようやく30分経ってる。皆さんもやるんでね、ちょっとその辺をあれして、あとはこのカイジャケットを着れば、はい、ゴーレットソースケ風ということになります。はい、ということで今回ね、動画本編見ていただいてありがとうございました。以上、エスミスソースケの髪型講座でした。またねー、レッツゴーオン。今回の動画はヒーロー入社さん、山ちゃんの提供でお送りいたしました。ご支援いただきありがとうございます。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。